おはこんばんにちは、実況者のアルセです。続死にたがりと魔物、略して続死に魔物第5回。前回は本当にいろんな意味で濃厚な、今までの実況にないくらい壮絶な放送でしたが、これ以上の素晴らしいエンドをこの先見ることができるのかと思うくらいの悲壮で大変悲しくも感動的なバッドエンドでした。まさか黒鷹さんが片腕を失ってまで命と引き換えにゆい君を助けに来てくれるなんて思ってなかったものでしたから号泣してしまいました。面目ない限りです。さて今回は直前の選択肢に戻り、臨月のゆい君が窓から飛び降りようとして赤い羽の何かに助けられる選択肢を選んでいきたいと思います。ということで直前の選択肢、ロード、赤かった。不意に羽ばたく音が聞こえ、それと同時に体の浮遊感が消えた。魔王か。サタンじゃなかった。まったく、無茶をする。大切な体を無下にしてはいけないよ。嫌でも聞き慣れた声がする。それだけで、何も考えたくなくて、意識を手放した。白。視界は、ただただ白だった。けれど、次第に景色に変化していく。は？左を見れば、怪しい暗闇が広がり、右は嫌なほど眩しい。俺はずっとその狭間で座っていた。進まなければならないと分かっていても、なんとなくどちらへ進むのもはばかられた。そんな気持ちを無視して、左右の距離はじわりと縮まっていく。どうしても、どちらか選ばなければならないのか。光は眩しくて辛い。だから、俺は。ここ選択肢じゃないの？暗い方行っちゃうんだ。え？まだ行かないで。幼い声だった。けれど、目覚めた今では、なぜか少し懐かしく思えた。今の声は、一体、いや、それよりも。目を薄くとはいえ開いているのに、何も映らない。体の節々が痛い。どうやら、あの時の正気で体の機能がいくつか損傷したようだ。まあ、それでよかったのかもしれない。もう、あの人を映すことが叶わない瞳ならいらない。おや、お目覚めかい？ゆいくん。やっぱり何も映っていないようだ。残念だったね、我が息子よ。え、息子？生まれちゃったけ？そういえば、張っていた腹の感覚が消えて。映ってなくても触ればわかるだろう。うわ、そういうところサタンにそっくり。やだこれ、やだ。知らない声が聞こえる。頬にあてがわれた手は、死人のように冷たかった。これからよろしく。母さん。え、なに？もうすでに成人なのこれ。ちょっと、大きいよね。もっと赤子の手が、ちっちゃな赤ちゃんの手かと思ったんだけど、すごいの産んじゃったんじゃないこれ。やべえな。
え、この手が息子の手なわけでしょ？やだな、しかも母さんだって。やだ。やだ、母さんだって。二人の父さんから生まれたんだよ、君は。うわー、やだなー。おう、ここから先はおまけシナリオとなります。エンドは全部で5つ、スチルは8つです。こちらで回収したスチルも CG 一覧からご覧いただけます。ここで一旦区切りたい方は選択肢の戻るをお選びください。エクストラより、引き続きお楽しみいただけます。進みますか？まあ、進むしかないんじゃないのかなって。また何かあったら、モザイクかけますので、はい、進む。ああ、そうだ。視力、失ったんだった。少しの光すら感じないほど真っ暗で、変な感じだ。正気に少し侵食された肺はまだ痛む。魔王の趣味で、上着しか着せられていないせいで少し肌寒い。なんとなく体を起こしたものの、何しよう。超無気力でしかも下半身何も履いてなさげな。あ、あとなんか、あ、これはあれか。枕の、あれか。なんかゆいくんが髪伸ばしてんのかと思っちゃった。寝る、調べる。じゃあまあ、普通に上から寝る。まあ、目を閉じていればそのうち眠りに落ちるだろう。どうせ起きている意味なんてないんだから。寝ても覚めても視界は真っ暗だしね。今日は少し体が楽な気がする。どうしようかな。え、まだ選択肢あんだ。どうしよう。ずっと寝続けたらどうなんだろう、これ。もう体から猫が生えて、ベッドから動けなくなっちゃうなんてね、エンドがあったら怖いんだけど。とは言っても、だるいのはだるい。どうせ何も見えないし、起きていたって仕方ない。寝よう。なんだか、今日はいつもより眠い。閉じたままのまぶたの裏に、懐かしいあの人の面影が浮かぶ。今頃、何しているんだろう。また、どこかの山頂で景色でも眺めてるのかな。それとも、また、気だるそうに寝転んでるのかな。そんな姿を想像しながら、暗くなる意識に身を委ねた。ああ、何もないからちょっと戻ってみますか。直前の選択肢を調べる。暇だし少し探索してみるか。ベッドから降りて恐る恐る手であたりを探りながら進む。低い棚、大きい棚、壁を伝いさらに進むが行き止まりだった。一度見た景色ならどこに何があるのかある程度わかるが、どうもここは今までの部屋ではないらしい。そのまま壁を伝いながら左折して、ふと指先に何かが当たった。指を縁でなぞり、質感を確かめるあたり、どうも扉っぽかった。少し手を滑らせれば、ひんやりとした取っ手が指を冷やす。開けたら、どんな世界が広がっているんだろう。そう思いながら取っ手を握ったとき、不意に、背後から風が吹いた。もう起きてて大丈夫なの？母さん。バサッと何かを落とす音がしたと思うと、早足でこちらに詰め寄ってきた。肩を揺さぶり、聞き慣れない呼び方をするこの人物は、魔王曰く、俺の腹の中から生まれたものらしい。どう生まれたのか知らないが、別に知りたくもない。魔族の成長は驚くほど早いなんて情報もどうでもよかった。掴む手を振りほどくように払って距離を取る。母さん、無理やり寝取った相手との子供なんて認めたくない。
母さん、俺はあいつとは違う。俺だけはあなたを心から思ってる。それだけは信じてほしい。俺を思っているなら、その呼び方、やめろ。じゃあ父さん？ゆいさん？大真面目に悩んだ末に、そうぎこちなく呼ばれて、やめろと言ったものの、なんか、気恥ずかしくなった。まあ、母さんよりは幾分マシかと思い直してうなずくと、なぜか安堵するかのような、小さく笑みがこぼれる声が聞こえた。嬉しいのか。変なやつ。そうかな。でも、よかった。この息子のスチル、立ち絵とかないのかな？ちょっと見てみたいよね。可愛い感じするんだけど、すごい異形のなんか、ねえ、グロテスクな、ものとかが生まれちゃったらどうしようとか思ってたんだけど。何が？ケイはどうあれ、あいつの子供だし、絶対嫌われてるから、てっきり口も聞いてくれないものだと思ってたんだ。俺、生まれるまであなたがどんな苦しい思いしたか知ってるから、望まれてない存在だから、好くのも好かれるのもわがままだって。別に、そんなこと思ってない。何言ってんだ俺。気がつけばそんな言葉を口走っていた。だんだん、声音が暗くなるのを聞きたくなかったからか、過去の自分と少し重なったからなのか、認めたくない気持ちとは裏腹に、そう否定せずにはいられなかった。じゃあ、好きになってもいい？好きって、どっちの意味だ？っていうか、なんでそうなるんだよ。好きにしろ。俺はもう寝る。わけがわからないし、何より自分がどうしたいのか一番わからなくて、ごまかすように頭まで布団をかぶった。あ、そっか。今考えたんだけど、ゆいくんは目が見えないから、もう息子の姿とかも立ち絵があるはずもないのか、わからないもんね。認めたくなくて突き放したいという思う反面、子供に罪はないと思う気持ちが曖昧になって心をかき乱す。ゆいさん、もう寝るの？花摘んできたんだけど、飾っていいかな？あ、もし好きな花があるなら、今度摘んで。もういいから、飾ったらさっさと帰れ。ぶっきらぼうにそう言い捨てる。しかし、男は少しも不快になることなく、楽しそうに花を飾って、また来る、と言葉を残して消えた。男はそれから何度も花を飾りに来ては話しかけてきた。はじめこそ双方ぎこちない会話だったけど、次第に本当に男は魔王を嫌っているのが分かってきてからは普通に語り合えるようになってきて、いつの間にかわだかまりも薄まっていた。好きな花のこと、魔界のこと、人間界のこと。特に魔王についてはよく話した。というより不満を共有していた。ただ、いくら仲が良くなっても、自分の子供という感覚は全く湧かなかった。俺は、それでも、彼はそれでも構わない。今の関係で十分だ。とそう言い切った。あの魔王との間に生まれたとは思えないほどまっすぐで誠実な発言に苦笑する。それは、ゆいくんの血が混じってるからじゃないですかね。そして彼は、最後までそばにいてくれた。最後。薄れゆく意識の中で手を握る震える彼の手に自然と笑みが浮かぶ。大丈夫だと手をさする。まぶたの裏にまだ見ぬ彼の姿が映った気がした。潤んだ優しい瞳に見守られながらまぶたを閉じた。そうか。
まあ、生まれた子供には罪はないと言いますか、すべて魔王が悪いんじゃねえかというオチになるんですけどね。魔王のクローンだったら、マジパネーことになってたと思うんですけれども、ゆいくんのね、人間らしい感情を持ち合わせて生まれてきたから、よかったのかなって思いますね。はい。ちょっと考えさせられる内容でした。で、多分同じかと思うんですが、ここで1回目の寝る調べるを調べるでいきたいと思います。違う？やばい、ちょっと待って。また選択肢か。これは来たな。よく知った香り？独特の香り？独特って言うとドリアン系じゃないですかね。まあよく知った香りは、おそらく魔王じゃないかなと思うんですが。いやでも慣れたこの匂いは。振り返るのも億劫でそのままで静止していると、背後の男は呆れたような、嘲笑うように一笑した。そんなに外に出たいのかね、ゆいくん。まあ出たいなら出してあげてもいいがね。我と一緒なら。そう嬉しい顔せずとも望めばいつでも。してません。しまった。思わず心の声が出てしまった。ふふ。君のそういうところ、嫌いじゃないよ。でも、我の許しなく出るのはダメだよ。そう言ってあっさりと去っていった。そもそも、魔王はこの先自分をどうしたいんだろう。今日は少し体が楽な気がする。どうしようかな。そういえば結局外に出れないままだったな。魔王は許しなく出るなと言っていたけど、別に構うものか。やるなと言われればやってしまいたくなるのが人間の心理だし、殺されるならそれでいい。魔王の呪縛で自害できない今、そうすることでしか死ぬ術がない。取っ手を握り、今度は躊躇なく開けようとした時だった。まったく、なんだって君はその様でありながら、無駄に活発なのかね。背後から蛇のような動きで体に腕が回される。いや、自暴自棄と言った方が正しいか。だが、我の知らぬ間に死なれては困る。だったら、今ここで殺せばいいじゃないですか。俺がもう長くないの、知ってるでしょ？そうだね。君の体を持ってあと一月ってところかな。でも、まだそのつもりはないよ。なんで？もう、散々もてあそんだでしょ？これ以上俺に、一体何をさせたいんですか？もちろん、最後は君の血肉と魂をいただくよ。でも、今はまだ君をめでていたいだけさ。それに、首筋を甘噛みされて背筋がこわばる。未だこんな芳醇な香りを漂わせてる君をすぐ食べちゃうなんて、もったいないからね。シャツの隙間から体をまさぐりながら、耳たぶの縁をねっとりと舌が這う。無意識に出た甘い声に慌てて口を閉じる。
その変わらない初心さが余計刺激心をそそるよね。殺して、もう、嫌だ。不可抗力でも感じてしまう自分の体が憎い。その都度浮かぶ、もう会えない面影に、合わせる顔もないくせに、会いたいと願ってしまう自分が憎い。あの時、嘘をついた自分が憎い。こんな俺をさっさと殺さない魔王も憎い。でも、誰よりも何よりも殺したいほど自分が憎い。君は本当に不器用だね。最初に言った通り、別に君が気に病む必要はないのだよ。そもそも元凶は我なのだから。それでも、許せないものは許せない。だから。こんな自分は、いっそ落ちるところまで落ちて狂ってしまえばいい。どうせ魔王のことだから、こんなことされたら、あ、腰を強く抱きしめられ、むせる。今さら我が飽きると思っているのかい？心外だな。笑みが混じっているのに、その声色は、その声音？声音は、至って低かった。反射的に抵抗するも、そのままベッドに抱き倒される。このままひどく扱われるのだと身構えたが、どうしたことか、魔王はその体勢のままなかなか動かなかった。魔王さん？不思議に思って声をかけると、もそりと肩口にうずめている顔をさらにうずめた。小商売。やりたいのは山々なんだけどね。今は、このままでいたいかな。気だるそうな声。初めて見る魔王の様子に動揺が隠せない。それに魔王の体が心なしか熱い。そういえば普段着ですら無駄に着飾っているのに今日は着ていないのは珍しい。何かあったんですか？天界のやつに絡まれてね。ちょっとヘマしちゃった。歳かな。嫌だな、歳取るの。興味本位で聞いてみると、さらに気だるそうな返事が返ってきた。ヘマって、もしかして半裸なのってそういうことなのか？身ぐるみ剥がされたとか？まさかルシルシに限って。怪我してるんですか？かすり傷さ。すぐ治る。心配してくれるのかい？別に、そういうわけじゃ。でも、君の前だとこうしていられるから。気が楽だよ。君をまだ死なせたくない理由はそれもあるんだよね。不服だ。けど、さっき抱いた感情はどこやら、今の魔王はちょっと、言い方は悪いけど、弱々しくて情けなく見えた。無防備ですね。寝首かきますよ。今はしませんけど。そもそもする気なんて毛頭ないけど、たまには嫌味の一つくらい言ってやりたかったから、良い機会だ。今が絶好の機会だと思うがね。あなたがそんなだからやる気が失せました。だから、早く、いつもの偉そうなあなたに戻ってください。調子、狂います。そんな可愛いこと言われたら、つい励んで。
や、このカップリングよくねと首をかしげながら見てしまう俺であった。怪我人は黙って安静にしててください。わかったよ。言ってやると魔王は素直に、演技でもなく本当に疲れていたのか、それから全く喋らず肩口に顔をうずめたままだった。今までになく近いせいか、香水のような魔王の匂いが鼻につく。その甘い匂いに誘発されるように無防備の頭を撫でてみる。ちょっと癖っ気だけどサラサラだ。今まであんなに交わってきたけど、そこには恐怖と拒絶しかなかった。だからこんな風に触れたことは一度もない。新鮮だ。ふと指先に角が当たった。不快だったかなと思ったが、魔王は動かなかったので、そのまま角も撫でてみた。硬くて冷たい。頭から角が生えてるってどんな感覚なんだろう。耳も二つあるし、今更ながらそんな初歩的な疑問が浮かぶ。ああ、そうか。そんなことすら思わないほど、自分は魔王に対して無関心だったのか。本当に、この魔王という人物はよくわからない。大切な人から奪った相手を、こんな風に気遣う自分も、よくわからない。というか、安静にしろとは言ったものの、重い、苦しい、熱い。腰をがっちり抱かれたままで動くに動けないし、こんなに密着することがないから、何か恥ずかしい。でも全く泣きそうもないし、諦めよう。そうしているうちに、いつの間にか眠りに落ちていた。一体無防備なのはどっちなんだか。はっきりと嫌ってくれれば食べやすいのに、実に困った人間だよ、君は。うん。何か昨日は疲れたな。まだ寝てたい。近くにあった枕に、頭をすり寄せる。少し暖かくて心地がいい。暖かい？やあ、おはよう、ゆいくん。無駄に爽やかな声だが、これは魔王だ。てっきり、あの後どっか行ったものだと。ふふ。今のは男心をくすぐる、なかなか可愛い仕草だったよ。枕だと思っただけで、別にそんな。そんなつもりがないなら、なおさら罪作りだね、君という男は。早く元に戻れなんて言うんじゃなかった。ところでゆい君、我と外へ出かけてみないかい？え、どこにですか？人間界。そこなら君も普通に息ができるだろう？そう。ですけど、俺、今日死ぬんですか？フラグですよね、それ。え？とんでもない。ただの気晴らしさ。飯いているとはいえ、たまには外に出ないと気がめいるだろう。やっぱり、俺、今日死ぬのかな？こんな気遣うような発言をする魔王を俺は知らない。ほら、アスモが来る前にさっさと行くよ。え、ちょ、わっ！突然抱き上げたと思ったら、宙に浮くような浮遊感がして、思わずしがみつく。一瞬の無音の後、どこからともなくかすかに音が聞こえた。波の音？あ、なんだろう。久々に、こんなに澄んだ空気を吸った気がする。これは、潮の香りだ。海。
これは、これは、前回だか前々回だか見たバッドエンドと同じ光景だが、その通り。他には誰もいない孤島だよ。言いながら地面に立たせられ、おぼつかないながらも体勢を整える。孤島の海か。確かに波の音しかしない。静かに吹く風は少し涼しい。夜なのかな。きっと綺麗な月が浮かんでいて、ほの明るく海を照らしているんだろう。変なの。今まであんなにいろんなことが億劫だったのに。真っ暗な虚空に景色を思い描いていると、不意に魔王が頬を撫でた。さあ、ゆい、目をつむって。え？そう怖がらずともよい。君の体を元に戻すだけさ。なんで？急に、そんな。君にはまだ生きていて欲しくなったからだよ。なんでですか？それはもう、ねえ、愛してるに決まってるじゃないですか。もう。あんなひどいことしておいて、今さら、そんなの、都合良すぎます。ごもっともだ。許せとは言わないが、我は、君を結構気に入ってしまった。仕方なさそうな、呆れたような、嘲笑とも取れる微笑。ゆっくりと両頬を包む手は冷たい。俺はその手を。もう、これはまた選択肢。これはなんか悩ましいな、いろいろとな。選択肢出てくるたびに悩ましいんだけど、上から攻めてきます。それが制作者様の意向だと思ってるからです。はい。払いのけようと思ったが、やめた。何を、どう気に入ったんですか？長生きさせて、一体どうするつもりですか？息子にも会わせてくださいね。まあ、癒し、かな。人間で言うところのベッド的な？リスポーン地点的な？あ、ペットか。ペットって、ベッドじゃねえよって。だって、まだ君と話したいし、癒されたいし、犯したいし。そんなの、俺じゃなくたって。急に何言い出すんだこの畜生の悪魔は。魔王は、思わず両頬の手を退けようとしたがびくともしなかった。君じゃなきゃやだ。ダダをこねるようなセリフを吐いて、強引に口づけられた。なかなか話してもらえずにいると、不意に体がすっと軽くなった気がした。肺の痛みも、倦怠感も、頭痛も、消えた。驚いて目を見開くと同時に、さらに驚いて、体から力が抜ける。見える。これは奇跡ですね。やはり打天使だからね、ルシファーさんも一応元大天使というくくりの人ですから、素晴らしい奇跡を起こすことはできるようです。ずっと暗闇だった景色に鮮やかな紅が映る。久々に映したその色は眩しく、不覚にも懐かしく思えた。どうだい？久々の我の顔は、イケメンだろう？とか。ワイルドだろうみたいな。さあ、よくわかりませんね。見えないふりしてこう、ここは。ドヤ顔でにんまりと笑う魔王に、素直じゃない俺はいたずらに M と、なぜか盛大にため息をつかれた。本当、君って子は、ツンデレだね。困るな。よくわからない独り言に唖然としている隙にまた唇を奪われた。急に深くなる口づけに頭がついていけずに、ただ魔王の服を握りしめる。絡みつく舌に、音に、魔王の匂いに意識が混濁していく。
強く腰を締める腕が一層強まって、心臓の音が伝わりそうなほど密着する。自分の声が色を帯びてゆく。どうしよう。このままだと、俺、砂浜で、しちゃうよね。おーちょめちょめしちゃうよね。その先を考える直前、魔王が唇を離した。口の中がジンジンする。触れられている両頬が熱い。薄く開いた目に、無駄に整った魔王の顔が滲んで映る。寝取った相手にそんな顔をするなんて、悪い子だ。頬にまぶたに額に口づけが落とされる。まるで愛情のあるような行動に、ただただ狼狽する。しかし、魔王はそれ以上触れることなく、体を離して、さて、と仕切り直すように一息つくと指を鳴らした。何もない空中から何かが落ちてきて、重い音を立てた。その落ちてきた人物に思考が停止して思わず凝視する。相手もこちらに気づいて驚愕の表情を浮かべた。なんだに？せっかく会わせてやったというのに、二人ともだんまりかね？これすっごい嫌な予感すんだけど、もう時間なんだけど、最後までやりますか？これもうやだこれ。なんて展開なんだ。なんて日だ。なんて日だ。くそ。もうやだー、これ俺の心がなんかもうざわざわしていくんだけど、うわー、黒鷹さんがかわいそすぎるだろ。貴様やばいやばい、これはやばい。突然巻き上がった砂に思わず目を閉じる。その直後に爆発音のような轟音が響いた。寝取られちゃった男がやってきましたよ。魔王に攻撃を仕掛けた黒鷹だが、異様に静かだった。不安になって目を開けると。いや、魔王の口がすごい裂けてるんですけど、大丈夫か？おお、怖い。風圧で顔半分飛んじゃったよ。怖い怖い怖い。怖い怖い。残った口がにたりと不気味に笑う。俺からするとその状態で普通に喋る魔王の方が怖い。しかし、驚く速さで魔王の顔は、魔王の頭は元通りになった。なぜあえて受け止めた？久々に聞いた黒鷹の声は少し枯れていた。片腕ないとかやめてくださいよ、そんな冗談。かわいそすぎるから黒鷹さんが。ただの水鏡さ。どうだい？気分は晴れたかね？頭半分吹き飛ばした気分は。君がほふってきた悪魔と違って、手応えはあっただろう。なんだ。わざと食らっただけでそんなに警戒することかね。そもそも君にこの子を返してあげようと思っただけなのだがね。そんなつもりないだろお前。おい、拒絶する。あ、そっか、下の選択肢選んでたらどうなってたんだろう。拒絶するを選んだら魔王は、え、どうなるの、これ引き合わせてくれたのかな。マジか、どうなる。やばいなこれ。どういう風の吹き回しだ。ん？いや、君、あれからずっと地獄でひどく暴れてるし、荒らすし、止めに入った悪魔皆殺しにしちゃうし、これ以上面倒を起こされるのはちょっと。貴様が元凶だろうが。てか、眷属とか、手下に頼まなくとも、魔王が手を下せば黒鷹の息の根ぐらいは止められるんじゃないですかね。どうなんでしょうか。ひょうひょうとのたまう魔王に、黒鷹が静かに激高する。自分も畏怖してしまいそうなほど殺気を感じる。その様子に魔王は目を細めてやれやれといった仕草をした。だから、そろそろ返してあげようと思ったんじゃないか。
そう怒らずに素直に喜びたまえ。でないと気が変わってしまうよ。どす黒い笑みを浮かべるが、瞳は恐ろしいほど冷徹だった。まるでさっきまでの魔王は嘘だったかのようだ。いや、演技だったのだろうか。昨日のも全部。最近までは本当に返す気はなかったんだがね。これはじゃあそうか、魔王が本当にゆいくんのことを愛するようになって、ゆいくんの幸せを願うようになったんじゃないかと想像しておりますね。まあ別に会おうと思えばいつでも会えるから返すよ。どういうことだ。内緒と。ああそうだ。魔王は急に思いついたように黒鷹に強烈なデコピンをかました。それと同時に黒鷹の全身から黒いもやのようなものが突然弾けるように吹き飛ぶ。なんだ今のは。というかどう見ても痛そうだったけど大丈夫かな。黒鷹は少しよろけはしたがすぐ立て直して睨んだ。貴様何を。ほぼ地獄に移住したくせに体に正気染みついてるの気づいてなかったのかい。バカだね。そんな体で人間に近づいたら死んでしまうだろう。黒鷹は理解しても納得いかない表情だ。魔王に指摘されたのが尺なんだろうということで、今回ね、これね、編集して、まあ書き出しするとちょっとね、まあソフトの方も限界に達してしまうかもしれないという俺の恐れもありまして、今回はこの時間で終わりにしたいと思います。次回もお楽しみに、おそらく次回すぐにエンディングを迎えるんじゃないかと思いますが、また別の選択肢を選んで楽しんでいきたいと思いますので、皆さんもお付き合いください。全裸待機よろしくな、ということで、じゃあのー。